あるね、しかし俺も。いや、すごいですね。最高。素晴らしいですよね。あのね、エンターテナー。あの、1ヶ月間公演ですとね、歌謡ショーはもちろんだけど、お芝居あるじゃないですか。はい、それで歌謡ショーの中にも、やっぱりお客様に喜んでもらおうかなと思って、今回出し物でビッグスの動くものを出そうというのが最初始まりなんですね。すごかったですね。それでいろんなあのセットが出てくる、はい、だからお金かかったら劇場あんまり儲かなかったんですよ。船だってただ出るだけ、船が本当にこう、ね、漁してるみたいな。客席にいてもなんか本当に船乗ってるのね。だからああいうことも私たちやっぱり舞台やるときは必要なんだな、気持ちはね。それでやってやっぱお客様だからお土産を持たせて帰そう、帰りにいやあそこであの船出てくると思わなかった、ああいう話がみんなお土産に持って帰ってるわけ、そういう舞台をやっぱりやらなきゃダメだな、はい、長期公演、まあね、4578回ですからね、まあ、よくできたなって、丈夫な体に産んでくれたお袋に改めて感謝したから、ね、本当に、まあ、あのそれからね、まあ、座長公演の話はこのなんか自慢話みたいになっちゃったけど、もう一つ自慢話のついでに聞いてくれる、はい、この番組の中で私の歌がそこそこ売れた歌がずっと何曲か歌ってますから、私の歌のちょっとメドレーみたいになっちゃいますね、ですね、ちょっと聞いてください。待ってました。お願いします。はるばる来たね、人生知
連の男道、いつか幸せ届けたい、忘れないよと独り言、悔いは残さず生きてきた。先輩、はい、これは、うん、今日出させていただきました、はい、私たちはもちろん、うん、このサブちゃんと歌仲間27年間の間に出させていただきました歌手みんなの言葉です。私が書きました。北島先輩へ。北島先輩が後輩の歌手のために始めてくださったサブちゃんと歌仲間は、放送開始から今日で1377回の放送を迎えました。こんなに歴史ある番組は北島先輩だからこそできたことだと思います。私もたくさん番組に出させていただき、一回一回がとても濃く、毎回とても楽しい収録時間でした。そして私たちは先輩から番組を通して多くのことを教えていただきました。その中でも歌をお客様に放りなさい、自己満足して抱え込んでしまっても皆様には届かないから、心を込めて歌い投げかけていけば皆さんの心に響くはず、この言葉を聞き改めてその言葉を刻み心を込め歌い続けております。皆様にそして先輩に届きますようにと、北島先輩との共有させていただいた時間は私たちにとって素晴らしくかけがえのない勉強になりました。27年間続いたサブちゃんと歌仲間も今回で最後となってしまいますが、北島三郎先輩もまだまだお体が続く限り歌われていかれるということを、これからも後輩をよろしくお願いいたします。今まで本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ありがとうございました。英語ちゃんありがとう。もうね、生意気なことばっかり言ったり、失礼なことも時々喋ったかなと思いながらも、ただみんなが大好きで、本当に皆さんと一緒に今日までこの舞台をこの番組を続けることができたのは私ばかりじゃなく皆さんのおかげなんですわ。本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、そしてなおテレビをご覧の皆様方、本当に何遍も言いますけれども、27年間この番組を支えて応援してくださいました皆さん、本当に温かいご支援を賜りまして心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。今日の皆さんも本当にありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございます。今日ご出演の皆様から、はい、寄せ書きを北島さんということで書いていただきました。ありがとう。気持ちのこもった寄せ書きです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんの大丈夫。大丈夫、うん。私もらったんですから。続いて
して歌手の皆様からこの花束です。ありがとうございます、はい、お世話になり、はい、ありがとうございました。これはあの、はい、お願いします。ありがとうありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、あのいろんな方と出会い、そしていろんな番組に出て大勢の方にお世話になりっぱなしの27年間かなと思いながらも、少しは皆さんに喜んでもらえたのかなっていうそんな気持ちと、そして歌手を目指して頑張ろうとしている仲間たちが少しずつ大きくなっていく、そんな姿をご覧になっていただけたかなと思います。さっきも言いましたけども、ここでこのサブちゃんと歌仲間は終わりますけれども、でもいつもスクラム組んでこれからまた何かができたら一緒に頑張ってこの道を歩かせてもらいます。最後までどうぞこの歌仲間の練習、歌詞の他にも出なかった歌詞の皆さんにも温かいご支援をお願いして、今日の私の27年間のお別れの言葉にします。ありがとうございました。それでは最後にみんなと一緒に歌いたいな、はいはいはい、やっぱりすぐ言われるけど祭り男だからっていうから祭りをですよ、ね、はい、ぜひ一緒に歌ってお別れしたいと思います、はい、それではお願いします。Oh, because...